ナッシュワーク取り出の戦いは、ウィリアム王戦争中に、ボストンから出兵したニューイングランド軍が、アカディアのナッシュワーク取り出を攻撃したものである。その前に、現在のメイン州ブリストルで起きた、ペマキッドの戦いへの報復として、ニューイングランド軍が、フランス軍とインディアンの同盟軍を攻撃し、マサチューセッツ湾直轄植民地民兵隊の大佐、ベンジャミン・チャーチが、指揮官として、 ニューイングランドの400人の兵を率いた。この戦いは1696年の10月18日から10月20日まで2日間続き、チャーチによる他のアカディア地域侵略の先駆けとなった。セントジョン川周辺の地図。河口がセントジョン、その上流にフレデリクトンが見える。ウィリアム王戦争の期間中、フランスは 1696年のペマキドの戦いを制しウィリアム・ヘンリー・トリデを破壊した。このトリデは、ニューイングランド植民地の民兵隊長である、ベンジャミン・チャーチが建築に助力したものであった。この敗戦への報復として、チャーチは、その翌月、シグネクト奇襲でアカディアを征服し、その後首都のナッシュワークを包囲した。ナッシュワークのトリデは、 マルタの野来を巡らしており、四方に出入り口があった。これを建てたのは、1691年から1692年に、アカディア総督を務めた、ジョゼフ・ロビノード・ビューボンで、アカディアの首都を、ジェムセグからナッシュワークに移した人物である。首都移転の理由は、川の上流に首都を持ってきた方が、防御の面から安全であると、ビューボンが考えたからであった。ビューボンにより、 サンジョゼフトリデと名付けられた、このトリデは、ナッシュワーク側の北岸にあり、その近くでナッシュワーク側とセントジョン側とが交差していた。また、この地は、マリシート族の居住地の中心であるメデュクティクに、近く、古くからの連水経路に面しており、この点でも、ビューボンには、戦略的に有利であった。ブリッグ戦フランス軍部隊の指揮官、シュバリエによる、 最初の情報では、10月1日、セント・ジョン川の港に、イングランドのブリッグ船が入港し、ビューボンが10月5日に、自身の兄弟であるニューベレットと7人の兵をセント・ジョン、川下流に偵察にあり、シュバリエの元へ物資を運ばせた。10月9日、ニューベレットは、ナッシュワーク取り出に手紙をよこした。それには、6隻のイングランドの軍艦がセント・ジョンに入港して、 シュバリエの軍への攻撃に成功した後、200人の兵が上陸したことが書かれていた。10月12日、ニュービレットは退却して、ナッシュワーク取りで戻る途中、ネレピストリデで、インディアンに助けられたフランス兵7、8人を連れて戻った。ネレピストリデは、その時イングランドの攻撃に遭っていた。イングランドは、用心深く接近を続け、10月16日に、 ジェムセグの下流からわずかな距離のところにいたところをニューベレットに見つかった。ナッシュワーク川沿いの道知らせを受けたビューユボンは防戦態勢を整えた。その数日前の10月11日、ビューユボンはシモンジェラール神父に頼んで砦をイングランド攻撃から守るためにメデュクトゥクからマリシート族の民兵を招集した。 10月16日、シモン神父とアカディア人のクリニャンクールは36人のマリシート族を率いて、ナッシュワークトリデの防御に向かった。ビーユボンは、自らの陣地のより一層の防御のために、陣地に火を放って、家を焼き払い、余分な火薬を隠し場所に収め、兵を配置につかせた。10月18日、イングランド軍は、トリデの反対側に到着し、 三代の大砲を下して、ナッシュワーク側の南側に、雪保人地を築いた。10月17日には、ピエール・メゾネ・ディ・バティストも、砦の防御についていた。その日、バティストは、セント・ジョーン川沿いに住む、アカディア人入植者10人を連れて到着していた。バティストは、包囲線の真中メデュークティークから来た、マリシート族と合流した。二日間にわたって、 両軍の猛烈な砲撃が続いたが、位置的に有利なフランスに分があった。また、クリニャンクールとバティストは、インディアンの同盟兵を連れて、ナッシュワーク川沿いに赴き、進軍してくるイングランドの同盟インディアン兵に、銃火を浴びせた。包囲の二日目、正午頃に、ケベックからファレーズが到着し、すぐさま、イングランドと交戦状態に入った。フランス軍は、 取り出から絶え間なく、砲撃を仕掛けており、イングランドの大砲の2台目を使い物にならなくして、最後に残った1台からの砲撃を手間取らせることが、できた。ニューイングランド軍は完敗で陣地から撤退し、ナッシュワーク側の下流へと退却した。フランス軍は、マスケット銃を撃ち続け、あたかもインディアンが後を追っているかのごとく、思わせて、イングランド軍の退却に邪魔を入れ続けた。 フランス軍の死傷者は、戦死したシュバリエとマテュー・ダムールと、あと一人の負傷者だったが、ダムールも、その後間もなく死亡した。カスコアン・コのチャーチの作戦の失敗を受け、アカディア人でオークパクのルネ・ダムールとシモン・ジェラール、神父が、マリシート民兵の遠征に同行した。しかし、アカディアでも、最大規模のインディアン部族による遠征は、結局、目標を成し遂げられなかった。 一方、バティストは、ナッシュワーク砦からの退却の際、イングランド軍が乗り捨てた2隻の小舟を使って、グランプレイへ行き、到着後、軍艦に武器を積んで、アカディア人の乗組員を募り、ニューイングランドの沿岸を奇襲した。1697年の3月、バティストは、カスコワンから3リーグの範囲内で、8隻のニューイングランド漁船を打破した。 バティストもこの戦いで3度負傷したが、船を大捕して、捕虜を連れて帰ることは、可能だった。その場にいた、ニューイングランドの主力戦も撃退したバティストは、戦利品と共に、悠々とグランプレイに戻ることができた。チャーチとニューイングランド兵は、ナッシュワークからの帰路に、シグネクトを含めた、アカディアの一部で集落を焼き、アカディア人を捕虜にした。後に、チャーチは、 安城戦争で再びアカディアに襲撃を加えた。ありがとうございます。